コラボス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます。5月12日の土曜日、時刻は7時19分です。今日はここ、じゃん、近鉄二条神社口駅前にやってまいりました。今日はですね、第23座目となる大和葛城山を目指して、登っていきたいと思っております。この時期の葛城山は山もゆる赤ツツジですよ。皆さん、一目何本100万本あのケーブルもあるんですけれども、ケーブルとその沿いの道は大変登山道を混みますので、ちょっと外して横からアプローチしようというのが今日のプランです。はい、それでは今日も元気に行ってみましょう。わかりやすく案内ついてますね。まずは二条座登山口、そして今日の T シャツ、じゃーん、愛の土屋マラソン。これはですね、なんと競技のフルマラソンには珍しく、大会参加料は5000円の大会なんですね。滋賀県のお茶が有名なところ土山で行われている大会なんですけども、これからちょっとずつ大会 T シャツをご案内していきたいと思います。二条山、二条山ちっちゃい、そうかな、もうあれやで、でもうまいこと本当二条山って形でね、やっぱりこの山好きやね、うん、駅からまっすぐやね、はいはい、直進してます。はい、鳥居の左側にあるこの道のところ、尾岳登山口、へえ、初めてですこの道、うん、登ってみましょう。獣除けががっつりと二重にしてありますね。はい、イノシシ養蚕いてるんですね。まずは引く、はい、そして押す、ちゃんと忘れずに施錠しましょう。はい、から11分経過しました。7時32分、ここからザ・マルタ。もうなんかちょっと違った雰囲気やね。おお、マルタは続きますが、いつもの大トレコースと違って優しいマルタです、ここは。なんかちょっとずつこううねってるからね、直途じゃない分傾斜が緩やかでいいね。段差も低いしね、いいですよ、はい、でもしんどいマイペースマイペース。ところどころにこう休憩ベンチだったりとかね、いい感じの散策。あと 900m、はい、二条山まで。5番、はい、時刻は8時5分、はい、駅から44分が経過しました。あ、やっぱり大津の巫女のお墓ですね。あっちにちょっと見えてました。はいはいはい、はい、ちょっと非業の死を遂げられた巫女さんですね。はい、ああ、この勝手知ったる感じの。あ、こっちやったよね、ほんと。なるほど、なるほど。なるほど、ここに出てくるか。初めてのコースで楽しかったね、これ。登って降りてするだけでもいい運動になるんちゃうかな。うん。そして本番はここからです。はい。ピールの塔からなんかロケットが打ち上がったのような飛行機雲です。これすごいね、縦の。今日は空が綺麗だ。あ、いい天気。今日は湿度もカラッとしてて、気温も程よくて、本当登山日和ね。あ、綺麗、すごい3本飛行機雲。新作きなこボーロ、これね、ここに来るまでになくなるかと思うぐらいの勢いですよこれめっちゃ美味しい。これ材料は卵1個に同じ重さの砂糖をすり混ぜて、泡立て器で、うん、そこにきな粉と片栗粉、うん、でちょっと塩をちょっと一つまみ、うん、で、それだけでもいいんですけど、すりごまをちょっと入れてます、うん、こうするとサクサク、うん、とろける、うん、美味しい、うん、きなこボーロでした、うん。じゃあ。
かわいいね、ちゃん。8時32分、駅から1時間11分が経過しました。竹野内街道、ここを左に入ります。どこ行くね、河原そばここ行くんだ、また。しまった、入りません。こっちや。部長です、渡ります。え、どっから降りてきたんだっけ。あ、そこから降りてきて、うんうん、すぐ渡って、こっちですね。はい、うっかり河原そばを食べに行くところでした。で、大トレのコースに乗っ取って、はい、こちらぎさんまで行きます。久しぶりやね、ダイヤモンドトレイル。都会で生活してると土の感触を味わわずに土の匂いを嗅がずに一日終わってしまうことなんてザラなんですけど、こうやって週末にでも山に来れると一気にリフレッシュできていいですね。雨上がりだね。うん、雨降ったんか昨日。どうやったやろ。あ、一昨日に結構降ったよね、まとまって。あ、やっぱこの音もいいね、鳥の。カエルの鳴き声も。こんなね、案内がね、増えててね、すっごい分かりやすくなってるね、このポイントが今ここやっていうね。大トレ初めて来る人でも、もう迷うことないんじゃないかっていうぐらい丁寧な道です。ああ、竹野内通りかってね。休憩します。え、ここちゃうで。ここね。平石。こっちです。はい、桂木山で何キロとこう書いてるはずやで。あ、そう。ほら。6.8 結構遠い。ザ・大トレ丸太階段。これでこの大トレって感じね。はい、三角点タッチ。ここのベンチでちょっと休憩します。わかりやすいね。ここですね、ダイヤモンドトレイル。こっから来ましたね、はい、てってってって。そして桂木山方面、こっちですね。ここもいっぱいいろんなコース取れるんやね。そうや、うん、はい、ここで休憩タイムです。はい、何遍買うねんこのシュガーマーガリンっていう感じでしょっちゅう買ってますね。そして私は紅鮭、そしてじゃあなんと遅い茶、茶アンド内山には茶があります。ここ忍者隠れてます。ニンニン、ここニンニン、ここニンニン。こう大会には珍しくこう白い T シャツっていうのがね、はい、いいね。ニンニン、いただきます。岩橋峠です。はい、時刻は9時55分です。はい、トレイルランナーが増えてきましたね。はい、大トレはね、上を見てはダメです。足元一歩です。たまらんね、この丸太。
ね。光が降り注ぐ。懐かしいね。ここ特徴的やもん。ようこうであなったとこをこんな道作ったよなって思うよね。はい、なんかおしゃれな色に塗り替わっております、はい、名物です。持ってましたっていう感じだね、ダイヤモンドトレイルです、はい、はい、11時12分駅から13キロ、3時間51分が経過しました、山頂に到着したんですけれども、今日はツツジのバッチリな週末ということで、偉い人です。列に並んでおります。写真撮る列です、はい、あの山頂のマークに目を奪われがちですが、ここです。やります。第20、21、22、23。タッチ。やりました。第23座富士登頂、人多いですけども、そしてこうなってる理由を この後ご覧に入れます、はい、いよいよですよ、はい、あの辺かな。あっちやで、つづじは、うん、はい、今日のお弁当、お魚バーグ弁当、栗ひじきバージョン、芋の天ぷら、きゅうりとトマトとわかめの酢の物、はい、で日の丸弁当ですね、はい、いただきます。つづじです。はい、はい、たっぷり休憩30分しまして、はい、ようやく動き始めました。ちょっとあっちの辺ですよ、あっちの辺チラッチラッと見えるだろ、うん、この辺はまだちょっと少ないんやけどね。ザ・コンゴーさん、うん、行くか、コンゴー、いかんわ、うん、ちょっと終わりかけかな、うん、なんか綺麗な、まあ、見ても一目1000本ぐらい、うん、ちょっと中降りてみようか、うん、あの真っ赤だった時に来たから余計なんかあれ少ないな、こんな感じですね。近くに来ると終わりかけてるところが多いですね、骨、うん、折れた時、そうやそうやそうや、骨折、うん、第五中足骨基部骨折をかましてしまった時ですね、あの時はめっちゃ咲いてたんですよね。こんな感じでちょっと残ってるピンクがああいう風に綺麗に見えてるんですね。日田市の週末っていうのはなかなか難しいね。峠を目指します。はい、水越し峠から走りますね、はい、気持ちよさそう。あ、風をだから捕まえたい、捕まえたい、あ、あ、上上がってきてるやん、みんな、え、風が、あんな上まで、そう、ほんまや、あんな上まで行ってる、どこどこ、おー、すごーい、カエルの鳴き声をお楽しみください。ここ下であのダムみたいになってるのがボワーと、そう、この水の音が気持ちいいね。せーの、まもなく水越峠です。はい、はい、12日、はい、着きました、水越峠ですね。水越峠到着、到着、はい、はい、おお、
ません。はい。ポチッとな。はい。レンゲ畑です。今日珍しいですね。次の稲が育つまでに大事なこの休み期間よね。うん、よかった。トイレ。やりました。ありつけました。北海道プレミアムバニラ350円。いちごバニラ250円。いただきます。時刻は15時27分。31キロの工程でした。ちょっと今日は満開の花がないのはちょっと残念だったんですけども、ここゴールは PN の塔が見えるウグイスの湯さんで、久しぶりにちょっと一風呂浴びて、富田林駅から木戸に着きたいと思っております。まあ、今日は気候も良くて楽しくハイキングできた一日でした。それではまたお会いしましょう。